ください。オッケー。いやいや、ガソリンです。 2.4 でございます。 2.4。 本当に、あ、いいよ。給油 OK、 空気圧 OK。 さあ、こんにちは、平山 CL でございます。本日もご視聴ありがとうございます。本日は6月2日水曜日でございますね。現在時刻は4時25分でございます。いや、今日はちょっと私お休みでございました。ゆっくり何もせずこの時間まで過ぎてしまいました。何もしないという休日を過ごしておりましたけれども、私には YouTube というね、やらなければいけないことがあるので、今から動画を撮りに行こうと思っております。とはいえ毎日毎日ほぼノープランでございます。とりあえず車を走らせておりますが、まだ何も決まっておりません。6月2日の水曜日、私はこんなことをつぶやいてたんですね。と、10年後、20年後、30年後と、もしかしたら50年後に YouTube を見て振り返った時にいい思い出になるのが、この YouTube の面白いところでございますよ。ぜひ皆さんも、誰が見てるとか恥ずかしいとかいろいろあるかもしれません。でも自分のためにもなるんですよ、 YouTube は。もしかしたら自分の子供、自分の孫、ましてや100年後200年後の自分の子孫が見るのかもしれません。そんなことを考えるともう情熱が止まりません。こんなふざけたことをやってたんだな、うちの祖先は、なんてね、思われたら嬉しいですね。そういうのも含めてね、こう夢がありますね、 YouTube は。まあ YouTube がなくなるということは、地球に人間がいる以上は多分半永久的にね続くと思いますし、残ると思いますのでね、そんなことを考えながら日々 YouTube を撮っております。うん、大丈夫ですね。大丈夫だ。うん、もう今日は十分だな。これを喋れただけでも今日はもう大丈夫。うん、今日は何もないな。ガソリンも入れたし、タイヤの空気も入れたし、バッチリだね。さあ、また明日から仕事頑張ろう。とりあえずもう今日は何もないから、気になるアイスクリーム食べて帰ろう。はい、ピノのピスタチオ味です。いただきます。うん、なんとなくピスタチオの匂いはしますね。硬い。ピノ史上初、ピスタチオの味わいをお楽しみくださいって書いてあります。楽しめました。また明日でございますね。それでは明日もお仕事頑張りましょうね。大丈夫ですから。ということで、おやすみなさい。平山茂でした。また明日。